アヘノ血まみれの口や目を持つ白い肌のキャラクターですアヘノは人間を追いかけながら「こんにちはあなたの名前は何ですかあなたは怖いですか怖いのかさよならを言わないでください幼児は永遠にあなたと一緒になります恐れることはありませんそれはない」といった意味不明かつ不気味な文言をつぶやきます使用されている画像は市松人形を元に作られたコラ画像でありもともとは検索してはいけない言葉可愛くさせてデヒットする画像として有名でした しばしった目や大きく笑う口といった特徴を持つ不気味な女性のキャラクターですよしえはもともと美人な女子大生でしたが洞窟へ探検に出かけている最中に凄惨な事件に巻き込まれ顔を殴打されたり切り裂かれたりして命を落としましたその結果現在よしえは人間に襲いかかる不気味な怨霊に変貌しています元ネタはデス・フォレスト「森からの脱出」や「恐怖の森」というタイトルで有名なホラーゲームに登場する敵キャラクターです オブンガ。ギョロリとした大きな目、縦に長い顔といった特徴を持つスーツ姿のキャラクターです。オブンガはビートボックスをしながら、近くにいる人間を追いかけて襲いかかります。正確な期限は不明ですが、2013年7月24日にはインターネット掲示板上にその存在が確認されており、オブンガの画像は第44代アメリカ合衆国大統領であるバラク・オバマ氏と、漫画テラフォーマーズに登場するゴキブリを合体させて作り上げられたものであることが判明しています。 キンヘッド、髪や唇、眉毛が存在ししない、い青白い肌をした人型のキャラクターです。キンヘッドは不気味な笑みを浮かべながら廃墟となったショッピングモールの中を徘徊しており人間を見つけると追いかけてその命を奪おうとします元ネタは海外の都市伝説であるバックルームスの二次創作エンティティの一種でそこでは明晰夢の中に人間を閉じ込め目覚めず痩せ細った現実の肉体を捕食するといった非常に気味の悪い存在として描かれています 男、髪の薄い頭部や丸い耳大きくて太い眉といった特徴を持つ男性の顔面のキャラクターですディスマンは他のキャラクターよりも高い身体能力を有しておりドアを叩いているかのような激しい音を立てながら人間を追いかけ回して攻撃を仕掛けますこのキャラクターは同名の都市伝説が元ネタになっておりそこでは現実で一度も会ったことがないにもかかわらず夢で会ったことのある人が多数存在する不気味な男性の似顔絵として描かれています ジャングラー大きく見開かれため歯や舌のない不気味な口といった特徴を持つ人間の顔面のキャラクターですジャングラーは人間を見つけると歪んだアラームのような音を出しながら追いかけ襲いかかりますこのキャラクターはバックルームスと呼ばれる海外都市伝説の中に登場するエンティティが元ネタになっていますそこではコンピューターネットワークを介してさまざまな電子機器に実行ファイルを出現させ それを開いた人間を襲って心臓発作などを引き起こす存在として描かれています青鬼小さな手足や胴体不自然に大きな頭部といったアンバランスな肉体を持つ紫色の人型キャラクターです青鬼は廃墟のショッピングモールや駐車場を徘徊しており人間を見つけると不安を煽るような音を立てながら追いかけてその人に襲いかかります元ネタは同名のフリーホラーゲーム青鬼に登場する敵対キャラクターでありそのゲームの中では 洋館に侵入してきた人間を次々と襲う不気味な存在として描かれていますグラッチ大きく見開かれた目や血がついている鋭い歯ボサボサの黒髪といった特徴を持つ女性のキャラクターですグラッチは廃墟となったショッピングモールや駐車場を徘徊しておりその最中に見かけた人間に対して耳をつんざくような悲鳴を上げながら攻撃を仕掛け命を奪います日本のホラー映画ジュオンに登場するサイキカヤが元ネタでありそこでは。 自身の家に踏み込んできた人間を呪い殺すような恐ろしい怨霊として描かれていますドリームデイジーの花と大きな目で構成された頭部を持つ人型のキャラクターですドリームは夜になると貨物やトラッククレーン船といったものが立ち並ぶ霧がかった港に出現します不気味な音色のオルゴールを鳴らしながら徘徊しており人間を見かけると追いかけ攻撃しますペネロペフレンズという名のユーザーがタンブラーに投稿していた ドリームコア風の画像の中に登場する同様の外観を持つキャラクターが元ネタになっていますアイデンティティ薄気味悪い笑みを浮かべる口や焦点の定まっていない目といった特徴を持つ人型のキャラクターですアイデンティティは暗く薄汚れたトンネルに出現しそこを通り抜けようとしている人間に襲いかかります非常に不気味かつ不快な声を常に発しており近くにいる人は複数人が囁き合っているような声を聞くことになります アイデンティティの見た目はアイデンティティテストアナログホラーという題名の YouTube 動画に登場する人物画が元ネタになっていますファイヤーまぶたのない目や暗赤色の肌大きく開かれた口などで構成されている人間の顔の形をしたキャラクターですファイヤーブランドはアパートや工場商店車庫などが立ち並ぶ夜のゴーストタウンに出現しますその性格は非常に凶悪なものであり死人した人間に襲いかかって一瞬で命を奪い去ります ファイヤーブランドの姿は世界最大のインターネットアートコミュニティであるデビアントアートに投稿された同名の画像が元ネタになっています。デュートトランペットを吹いている頭と手だけでできた骨のキャラクターです。デュートは人間を探し求めながら黄色い壁や湿ったカーペット蛍光灯などで構成されている巨大な迷路をさまよい続けています。足が非常に遅いため発見した人間を襲おうとしても追いつけず逃がしてしまうことが多々あります。デュートは マイクロソフトキッズによって開発された幼年向け 3D 動画制作ソフトウェアである 3D ムービーメーカーで登場した画像が元ネタになっていますトロルジ不気味な笑みを浮かべている顔面とリアルな眼球で構成されている白黒のキャラクターですトロルジはアパートや工場商店ガレージなどが立ち並ぶ夜のゴーストタウンを徘徊しながら眼球をせわしなく動かして獲物を血眼になって探しています人間を見つけると最短で距離を詰めていった後に 飛びかかってその命を奪いますトロルジはカルロス・ラミレス氏によって描かれたレイジコミックに登場するトロールフェイスが元ネタになっていますゴースト白いシーツで覆われた人間のような形状をしている半透明のキャラクターですリアルゴーストは男性のうめき声のような音を出しながら閑散とした夜の街をゆったりと徘徊しています壁をすり抜けることができるといった特殊な能力を有しておりその能力を駆使して気づかれることなく人間に近づき襲いかかります リアルゴーストの画像は世界最大のインターネットアートコミュニティであるデビアントアートに投稿されたシートゴーストという題名の画像が元ネタになっていますダミー顔の凹凸が少ない仮面のような外見をした人間の頭部のキャラクターですダミーは複数人が囁き合っているように聞こえる低く不気味な音を鳴らしながら薄暗いトンネル内を延々と徘徊しています非常に凶悪な存在でありトンネル内で見かけた人間に見境なく襲いかかって命を奪います ダミーの画像は1986年に米国耳鳴り協会が作成した聴覚保護コマーシャルに登場する白色のマネキンが元ネタになっていますマイケル真っ赤な目と口で不気味な笑みを浮かべている黒い人型のキャラクターですマイケルは人の形をしているにもかかわらず二足歩行で移動することがなく両手両足を使って地面を這うように四足歩行で移動します神父に対して並々ならぬ嫌悪感を示しており 歪んだ電子音のような声で彼らへの恨みごとを叫びながら付近の人間を襲いますマイケルはフェイスと題されたインディーズホラーゲームに登場する悪魔に取りつかれた少年のキャラクターが元ネタになっていますダークネス切断されて尾行だけになっている鼻や不気味な笑みを浮かべている口まぶたのない目などで構成されている人間の頭部のような灰色のキャラクターですダークネスは非常に凶暴な存在であり ホテルの敷地内で見かけた人間を片っ端から襲ってその命を奪い、自身のテリトリーから排除しようとします。このキャラクターは、シニスター・スクリブルス氏によって2020年7月に描かれた、カース・ド・スマイル・ウィルという題名のモノクロのイラストが元ネタになっています。ムンチ、眼球と黒い胴体で構成された、不気味な女性のキャラクターです。アングリー・ムンチは非常に足の速い存在であり、彼女に見つかった人はほとんどの場合、追いつかれて命を落としてしまいます。 視線を合わせることで彼女のスピードを落とすことができますがその代償として見つめた人は傷を負ってしまいますアングリームンチの画像は自撮りをした猿として有名なクロザルの画像とフライデーナイトファンキンのモッドキャラクターであるボブの目を合成して作られたものになっていますアンノーン短い黒髪や突出した眼球鋭く尖った歯といった特徴を持つモノクロの男性キャラクターですアンノーンは非常に不快な電子音を発しながら 荒れ果てて廃墟となったショッピングモールを徘徊しています自身のテリトリーに侵入してきた存在に対して容赦がなく耳をつんざくような叫び声を上げながら襲いかかってその命を奪いますアンノーンの画像はアットザ・バーバーショップという理髪店の店員が驚愕しているミーム画像を改変して作られたものになっていますトラウマ眼球や歯頭部が欠けている人間の顔のような形状のキャラクターですトラウマは非常に凶悪な存在であり 高速移動と短距離テレポートを駆使しながら、人間に近づいて攻撃を仕掛けます。常に赤く発光しているため、どんなに暗い場所に出現しても、周囲にいる全ての人間に自分の存在をすぐに悟られてしまいます。トラウマの画像は、ブロークンスルーというホラーゲームに登場するキャラクターの画像を加工して作られたものになっています。